が名は山系チャンネル。はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山氏です。今日は愛知県尾張学区と三河学区に分けて名大名古屋大学に行きやすい高校を皆さんにご紹介したいと思います。まあ、行きやすいと言っても、まあね、志望者が多い可能性もありますので、まあそれだけただ進学実績があるってことは行ける方が多いっていう形になりますので、ね、その進学実績がやはり多いところに入っておくと、ね、やはり行きやすいっていう形にはなりますので、ぜひですね、これを参考に、まあ名大を目指したい方は、ね、この高校に進学しといた方がいいよということを自信持って紹介したいと思います。それではやっていきましょう。まず尾張学区と三河学区ね、やはり名古屋とね、他のね、三河学区受けられる高校がね、変わりますので、やはりここを一緒くたにね、教えちゃうね、ランキング多いんですが、そうすると探すのもめんどくさいですしね、あとはまあね、分かりにくい可能性もありますので、ここあえてね、分けさせてもらいました。はい、じゃあまず尾張学区だけ見ていきましょう。尾張学区、まず多いのが名和、まあ、去年とか80何名とかですしね、まあ50人前後はね、毎年出してる形になります。はい、名和高校。はい、じゃあ続いてね、尾張学区一宮高校ですね。一宮、はい、で、続いて尾張学区は旭ヶ丘も毎年ね、志望者が多ければね、行く、ね、合格者多いんですが、ただ旭ヶ丘はね、他のね、東京とか関西とかにも行く方多いので、昨年とかだと30何名とかになってますが、ね、やはりここら辺は強いですね、明大に。はい、まあ、なのでこの辺に入っておくとね、安心は安心だと思います。はい、ただやはりね、学力的に相当高いですね。なので、それ以外でも行ける可能性があるところないかなって、皆さんここがね、やはり一番気になることかなと思いますので、ここ、ね、まず随寮ですね。はい、随寮で、あとは一宮西、はい、であと西春とか、西春で、私立とかだとね、まあ私立はどちらでも行けるので真ん中に書きますか、ですかね。で、あと横須賀高校とか、千種五条、まあ、この辺りぐらいがね、やはり20人前後超えるで、まあこの辺だとやはり30人で、まあ明和とかだと80人超える時もあればね、50人前後はね、出てるところにいます。で、他期もね、30名ぐらい出してますので、まああと東海とかもそうですが、東海はただ医学部が多いのでね、まあ明大というより明大の医学部とかね、さまざまなところの医学部というところで出てますね。で、三河学区、じゃあ次確認してみましょう。はい、岡崎毎年多いですね。なので岡崎校は明大目指す子も多いのかなと思います。はい、で続いて、刈谷、あと豊田西、あと半田、西尾、岡崎北、この辺ぐらいがね、20名前後のところになるので、まあやはりそうですね、半田とかもうこの辺に入っとかないと、まあ三河学区だとね、やはり入りづらいのかなと、ね、まあここより下のね、もちろん高校もありますありますがね、まあまあその中でもやはりね、10位20位以内に入ってないといけないとかっていう形になっちゃうので、やはりね、この上位校とかに入っておくのが明大への近道かなと思います。はい、なのでまあここね、見ていただいて、ちょっとここの高校気になるなとか、
この高校家から近いなとかね、ちょっと調べてみようとかいう形でちょっとねきっかけとしてこうね目指していただく。でまあ明大もねすんなりと入っていただくのがいいのかなと思います。はい、ね、まあ明大って本当に簡単に入れる大学さんではないのでね、しっかり準備をして入っていく大学になりますので、ね、高校選びとかもね間違えないようにしていただくのがいいのかなと思います。はい、じゃあ今回のね、明大に行きやすい、まあ、高校愛知県バージョンは以上になります。他にもちょっとねまだ、明治大とかさまざまなちょっと大学の入りやすい高校さんとか、まああと京大とか阪大とかもそうですし、まあ、さまざまなね東海の情報全部ね、お届けしたいと思いますので、そちらの動画もぜひご活用いただければ嬉しいです。それでは失礼いたします。